はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、このウツボカズラたちのお話をしていきたいと思います。このウツボカズラたちにはちょっと共通点があって、最近ねやっとその特徴というかが出てくるようになって、あ、これってやっぱすごいんだなっていうのを、まあ改めてね最近実感したので、まあちょっとそちらについてお話していこうかなと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは早速紹介していきたいと思います。はい、ということで紹介していきたいんですけれども、いやー、とんでもなく涼しくなりましたね。急に、もう何だったんだ先週までの暑さはってぐらい、もう今めちゃくちゃ涼しいですよね。もう今朝起きたら温室内17度まで下がってました。まあ外のね温度計もまあ20度を切ってる状態で、まあ植物たちにとってはすごくいい環境になってきたのではないかなと思っております。それでそれで、まあ、最近ですね、あの4日間で行われた、まあ、ランテン、まあ、私は行ってないんですけれども、あのランテンなんかが開催されて、まあ、もしかしたらこういうタイプの子たちを手に入れた方もいるかもしれないので、まあ、これからね、これからの時期はもうこの子たちの独壇場な栽培環境になってくると思うので、まあ、ちょっとねこれを機に、ご紹介していけたらなと思います。ちょっと前置き長くなりましたが、まあどんなタイプの子たちかっていうと、何度も紹介してるのでね知ってる人はいると思うんですけれども、ハマタの交配種のお話をしていきたいと思います。本当はもう一個いるんですけれど、あのビロサとの交配種がねまだなかなかあの大きくならなくて、ちょっとまだ見せるに値しないかなっていうので、まだちょっと頑張って育ててる途中なんですけれども、この3つはもうだいぶね袋に特徴が出てきたので、そちらを紹介していけたらなと思います。もう過去にね紹介はしてるんですけれど、まあ、ぜひね過去に見た方もまたこんだけ大きくなったんだよっていうのもね、あの確認いただけたらなと思います。まあ、ちょっとざっと紹介すると、はい、何度も出てきてるハマタエドワードシアナ、もう我が家で今一番目ぐらいには好きなウツボカズラになります。はい、でこれも我が家で一番目か二番目に好きなハマタとハリアナの、交配種になります。で最近出てなかったかな、ウツボカズラのブルケイとハマタの交配種になります。はい、ということで3つともハマタがかかっている交配種になるんですけれども、まあじゃあ形からいきますか。形の特徴としてはまずこの牙ですよね。襟がツヤツヤな光沢感を持って、牙が特徴的な袋を形成します。でまあこの襟ってめっちゃ硬いんですよ。ハマタの襟ってすごく硬くてカッチカチなんですよね。ただこっちめっちゃプニプニなんですよ。このギャップがまあ可愛いというわけですね。であとはまあこの毛なんかも特徴ですよね。ハマタって結構毛深くて、この蓋の上とかにもね本当はちょこんと毛が生えるんですけれど、これはまあそんなに生えてないかなって感じです。でまあブルケイがかかってるんで、ちょっとこういう縞模様みたいな、ちょっと寸胴っぽい感じが若干あるのかなっていう感じです。かなり大きくなってきましたね。昔はもうちょっとちっちゃかったんですけれど、だからなんかこのハマタ交配は結構縦長な口をしているのかな。まあ、ハマタ自体も結構縦長かもしれないですけれど、でもハマタの原種なんかはね相当牙も大きくなったりしてて、もうちょっとかっこよさが出るんですけれど、まあ、今回は可愛い系のハマタになるのかなって感じです。はい、でまあなんでこのタイミングで紹介したかっていうと、ハマタを育てて思うのはまずあの頑丈ですね。とっても本当に育てやすいって私は思いました。まあウツボカズラってまだそんなに癖のある子たちを私育てたことないんですけれど、ハマタかかってるとね高温にもね割と強いかな。だからって言って高温にしていいってわけじゃないですけどね、まあ、我が家ではね33度ぐらいは別に問題なく動いてましたしね、成長もしてたので、まあ、そんなに難しくないのかなっては思います。ただやっぱりこう涼しくなってきた方が、まあ、色づきだったりとか、成長速度も多少は早いし水苔もね
あのカラッカラになる前に水あげてあげないと多分乾燥はこの子たちはあんま強くないので、まあ、そこはちょっとちゃんとやった方がいいかなっては感じるんですけれども、っていうのでまず育てやすくて頑丈だっていうのがすごくいいところかなって思いました。で、まあ2つ目は容姿ですよね。あの、だいたいハマタがかかるとかっこよくなるっていう私の中ではそう思ってます。だいたいかっこよくなる、あのね、黒くなるんですよね基本的に。何にかかっててもほとんど黒くなるんじゃないですかハマタって。で、この特徴的な牙ですよね。牙があって、この蓋の上のこの毛が可愛いと、はい、ここまでがハマタの交配種のいいところかなっては思って、ハマタの特徴が現れてるところかなっては思っております。はい、で、まあ、なんでこのタイミングでこういう話をするかっていうと、おそらくハマタ交配系のウツボカズラはですね、これからの時期がすごく、まあ、いい環境になってくるんではないかなって思います。まあ、だいたい夜間にね20度切ってくると、あの植物たちにとっては、まあ、ちょうどいいストレスがかかってきて、あの発色する植物が結構色味がついてくる時期なんですよね。まあ、例えば前回動画でお話したんですけれども、ハエトリソウだったりとか、まあ、うちでいうとセファロタス、まあ、ヘリアンフォラも結構紅葉しますよね。なんかが、まあ、ちょっと赤みが出てきたりするところが、まあ、すごくかっこいいですと。で、まあ、ハマタも同じ、まあ、別にこれは夏からこの色だったんですけれど、ハマタはもしかしたらね、ちょっと色づきが良くなってくるかもしれないですし、何より、あの、涼しいとこの子たちの自生地に、まあ、ちょっと近づくよっていうのもあります。まあ、ハマタたちっていうのは、まあ、ハイランドネペンテスって言って、あの、具体的にこの人たちがどれぐらいの高度にいるかはちょっとあんまり知らないんですけれど、まあ、調べれば出てきます。あの、ネペンテス、ハマタ、何まあ、なんか自生地、あの、それこそハビタットみたいな感じで調べて、で、そこからちょっと分かる情報をもとにちょっとずつ調べていけば、もしかしたらこう、もしかしたらっていうか、まあ、全然出るんですけどね。まずウィキペディアに、まあ、信憑性は分かんないですけれど、ウィキペディアにコードとか載ってるので、もうちょっとそこら辺参考にして、まあ、気温とかね、湿度なんかを整えてあげるといいかなって思います。って感じで、まあ、環境はすごく良くなるんですけれど、まあ、ちょっと一個注意しなきゃいけないかなって思うのが、この時期はまだいいんですけれど、もう少し時間が経ってくると、湿度が若干問題になってくるかなって思います。湿度はね、やっぱりどうやっちゃっても下がりやすいですからね、日本は冬の場合。なので、まあ、工夫の仕方としては密閉空間に、まあ、入れて管理してあげたりとか、あとは温室、まあ、我が家は温室があるんですけれど、その温室内の環境を整えるとか、無加温フレームで外に出しておくのはちょっと私は怖くてできないんですけれど、まあ、それで冬を越してる方もいらっしゃいます。まあ、正直もう冬の越し方なんて人それぞれすぎて、あの、一個人の私の意見を言ってもね、あの、あんまり参考にならないと思うんですけれど、私の家ではほとんどもう室内に取り込んじゃって、まあ、暖房をつけていたりとか密閉して、あの、昼間はちゃんとね、日光とか LED にしっかり光を当ててあげて、まあ、夜間はちょっと落ち着かせるみたいな管理の仕方がいつも主流なんですけれども、具体的に何度何度とかっていうのはあんまり覚えてないんですよね。まあ、いつも感覚で育ててる部分もあるので。ただこのハマタの人たちはハマタの人たちは、あの、まあ、結構ハイランドなので、まあ、10度を切っても大丈夫なのかな。あんま寒すぎても良くないと思うんですけれど、まあ、10度前後ぐらいがいいんですかね。あの、下の部分は上は25度以下ぐらいがいいっていうぐらいの植物たちだと思うので、まあ、そう考えたらね、あの、ちょうどいい季節にはなってくると思います。ただ、さっきも言った通り湿度だけはちょっと気をつけてあげなきゃいけないので、あんまり鉢数がないのであれば、
まあちょっと1個だけのこうプラーケースみたいなとかあるのかわかんないですけれど、まあ、紙コップじゃないや、プラコップでこうパカッてやったりとか、まあ、ペットボトルに入れてみたりだとか、まあ、ちょっといろんな不具合があると思うんですけれども、そんな風な管理をしていただけると、まあ、綺麗な袋をつけてくれるんじゃないかなと思います。ただ同じウツボカズラでも、はい、こちらはアラータの、茜狂気霊場です。まあ、ちょっと下の袋枯れてきちゃったんですけれど、まあまあまだまだこういう袋出してております。この子たちはね、別に寒さも耐えれるっちゃ耐えれるんですけれど、あったかいに越したことはないかなと思います。まあ、5度ぐらいまでは全然元気に育ってくれるんですけれど、まあ10度前後の方がこの子たちもやっぱり袋の付けはいいと思います。だから中にはね、アンプラリアとかビカルカラとか、熱帯にいる子たちはもう10度なんて切ったら多分相当致命的にダメージを受けちゃうと思うので、そういう子たちはね、15度、20度ぐらいは欲しいところですけど、最低でも15度ぐらい、ちょっとまだ私それで冬越したことないので分かんないんですけれど、まあ、15度以上を頑張って保てるように、まあ何かしらの工夫はねしてあげたらいいのかなっては思います。はい、ということで今回はまたまた浜田の後輩者の紹介をさせていただきました。まあ、結構可愛い袋をつけるので、まあぜひぜひね、見つけた方は育ててみるといいんじゃないでしょうか。夏も強いしね、冬も強いのでね、私は結構おすすめです。管理はね、割と楽しくできるんじゃないかなっては思います。ぜひ育ててみてください。そのうち冬の管理とかの動画を出してくるタイミングになってきたと思うので、まあ、ちょっとずつね、冬越しの管理方法について、我が家のですよ私の家ではそれじゃダメなんですって言われても、ちょっと、ああそうっすかってしか言えないので、我が家の、まあ、冬の管理を、ご紹介していこうかなと思いますので、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。揺れる袋も可愛いですよねはい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。